10秒ぐらい。あまり長い時間これをお湯の中に入れていると、こう粘りみたいなのが出てきちゃうので、皮を抜いたらカットします。で、こしをバルサミコ、ちょっと辛みのあるオイル、バジルのオリーブオイル、オイルのトマトのソース完成です。茹でたら、氷水につけます。乾麺で、カッペリーニという名前のパスタなんですけど、エンゼルウェアって言って天使の髪って言われてます。日本で言うとそうめんみたいな感じです、もうトマトの美味しさだけですね、